でよ、おペコちゃん。おじさんすぐに敵をやっつけちゃうから。チームワークです。ひどい目にあった。誰か、誰かいますか。おお、無事でござったか。よかった。主役助かった。助かったでござる。え、ちょっと待ってください。ここにいるのは拙者たちだけでござるか。そんな、通信も繋がらない。ここはみんなの無事を祈りつつ進むしかないでござる。敵が迫ってきています。どうします。どうしますって。降りかかる火の粉は払うしかないでござる。了解。さあ、大喝采を聞かせてくれ。刑事だ。顔のつれが立てます。僕だって。主役交代。チームワークです。大喝采を聞かせてくれ。俺に任せな。他の皆さんも無事だといいんですが。なに、協力すれば。シャパリュ殿がついているから心配無用でござるよ。信頼しているんですね、シャパリュさんのこと。主役、それはもうとても強いでござるから。そうですね、ちょっとおっかなかったですが。チームワーク。確かにでござるが、それはシャパリュ殿がいつも真剣だからでござる。大喝采。真剣。チェンジだ。しびれろ。協力すれば勝てます。僕だって。負けるもんか。当てずっぽうで。主役交代。俺に任せな。チームワークです。チェンジだ。さあ、大喝采を聞かせてくれ。協力すれば勝てます。僕だって。俺に任せな。主役交代。急いでござる。チームワークです。チェンジだ。さあ、大喝采を聞かせてくれ。俺に任せな。チームワークです。負けるもんか。まだだ。痛いでござる。チェンジだ。主役交代。チームワークです。これ以上やらせない。俺に任せな。これで最後ですかね。まだ先があるようでござる。さあ、大喝采を聞かせてくれ。何先に休んでんの。聞かせてくれ。協力すれば勝てます。僕だって。主役交代。チェンジだ。チームワークです。当てる。
さあ、大喝采を聞かせてくれ。俺に任せな、しびれろ。協力すれば勝てます。これ以上やらせない。チェンジだ。主役交代。チームワークです。僕だって。俺に任せな。協力すれば勝てます。チェンジだ。しびれろ。さあ、大喝采を聞かせてくれ。いや、チームワークです。これ以上やらせない。俺に任せな。協力すれば勝てます。あっつ、マグマだまりがありますよ。落っこちたらあっちでござる。無茶な気をつけるでござるよ。前、またくせ者でござるな。チームワークです。敵はマグマも平気みたいですよ。ずるいでござる。主役交代。順次だ。シャパリューさんが真剣。戦場で猫耳つけてるから変わった人かと。それはもう秋葉原を守るためとはいえ、 EDF を罠にはめたり、巨大ロボを持ち出して大暴れしたり、なかなかのご婦人でござるよ。むちゃくちゃですね。うちにもむちゃくちゃな女の子がいますけど。でもシャパリ殿はどこかで無理をしているのではと思う時があるでござる。裏表の激しさはきっと照れ隠しみたいなものでござるよ。照れにしては豪快すぎるような。とにもかくにも拙者はそんなシャパリ殿を忍びの者として陰ながら支えるつもりでござる。すごいですね、小太郎さんは。自分から支える側だって言い切れるって。進む殿たち、エンジだ。EDF だってどんな時でも誰かを守るために戦っているんでござろう。さあ、大喝采を聞かせてくれ。協力すれば勝てます。これ以上やらせない。下がって、無茶は禁物よ。主役交代。チェンジだ。チームワークです。僕だって。俺に任せな。しびれ、不意打ちか。協力すれば勝てます。僕が守る。チェンジだ。もっと仲間に頼りなさい。どう？さあ、大喝采を聞かせてくれ。チームワークです。これ以上やらせない。俺に任せな。無茶は禁物よ。当てる。はっ、バレー。OK よ。レイディアはこう使う。こいつ不意打ちか。主役交代。協力すれば勝てます。チェンジだ。さあ、大喝采を聞かせてくれ。チームワークです。どう？負けるもんか。さあ、主役交代。俺に任せな。協力すれば勝てます。僕だって。チェンジだ。チームワークです。これ以上俺に任せな。さあ、大喝采を聞かせてくれ。協力すれば勝てます。僕だって。主役交代。チームワークです。
しょうか。無事ですか、進君。通信が聞こえますか。通信がつながった。はい、僕たちは無事です。あなたが頼りよ。無事だったんですね。他の皆さんも無事ですよ。悪いんだけど早く合流してくれる。どうやら我々はとんでもない当たりを引いてしまったようだぞ。勝った。僕が勝てたというの。
るブラザーがいるようですね。熱くなってきたぜ。フラメンコターン。ガイアークの反応低下、地球の一部が治りました。洞窟でマザーシップとは思いもよらない収穫だったな。ちょっと待ってください。この反応はあれはプライマーのリング。リング？四角いですけど。いえあれはどこからどう見てもリングです。バカなバカなバカな。リングに動きがありますよ。なんだ一体何が起きてるんだ。約束だぜ、おでこちゃん。ディナーとは裏目。でも、タパスには付き合ってちょうだいよ。
エリアの仕込みをし、サングリアも準備 OK。 待っててな、オベゴちゃん。ここは一体、空が赤い。主役降下。いやマジで半端なかったな。おい、あれ見ろ、あれ。これが いきなり何なんですか。跡形もなく吹っ飛んじゃいましたよ。フォーリナーの四足歩行要塞、通称四つ足の放ったプラズマ砲です。めちゃくちゃな威力ですね。戦術士官さん、よかった通信がつながってる。え、あなたたちは一体。俺に任せな。先輩、お知り合いですか。大喝采を聞かせてくれ。いいえ、協力ちょっとあんた何言ってんのよ。やらせない。私ジャッキーよ。忘れたの。ジャッキー、どうしてあなたがここに。主役どうにも噛み合わないが、ゆっくりと話している場合ではないようだ。チームワーク。確かに細かいことはあと、とにかくサポートして。わかりました。大喝采を聞かせてくれ。もっとなら、四足要塞は非常に強固な装甲を持っており、ブラザーの攻撃ではダメージを与えることができません。お腹に当たる部分のハッチが開いた時がチャンスらしいのですが、なかなか開きませんね。これはまさかお披露目ミッションみたいですね。どうやら今回は倒せないみたいです。今は倒せないんですか。やっつけちゃったらミッションバック、新たなる資格が終わっちゃうじゃないですか。ミッションパック、意味が分かりません。どうすりゃいいんだ。四つ足以外の敵を倒してこのまま撤退しましょう。賛成だ。俺に任せな。しびれろ。さあ大喝采を聞かせてくれ。いや、協力すれば勝てます。これ以上やらせない。主役交代。チェンジだ。チームワークです。僕だって。粒子ガトリング砲を装備しているヘクトルを確認しました。さあ大喝采を、電車に特化しているので遮蔽物を利用して戦いましょう。もっと仲間に頼りなさい。どう、協力すれば勝てます。これ以上やらない。下がって、無茶は禁物よ。チームワークです。まだだ。主役交代。おじさん立ち止まったらやられるぞ。俺に任せな。チームワークです。協力すれば勝てます。僕が守る。戦闘エリア内に救出を必要としているブラザーがいるようです。一人でも余裕なくて物を残しておけよ。チェンジだ。ついてこれるか。さあ大喝采を聞かせてくれ。何先に遊んでんの。チームワークです。僕だって。チェンジだ。協力すれば勝てます。俺に任せな。しびれろ。チームワークです。僕だって。主役交代。チェンジだ。協力すれば勝てます。僕だ。さあ大喝采を聞かせてくれ。俺に任せな。しびれろ。チームワークです。余裕だ。これ以上負けるもんか。チェンジだ。主役交代。もう分かっているさ。頑張っていたのに。俺に任せな。フラメンコターン。チェンジだ。
走れ。立ち止まったらやられるぞ。電気ショック。逃げるわよ。
全盛期を彷彿とさせる圧倒的な走りです。なんてな。